同じ塔が守る城ならたやすいと攻めてきたな。乙女を侮った罪は重い。その少年絶対に正してやる。やれやれ、同じ熱くなるなら真田幸村でも見習いな。俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ、さすがヒット、とっくに欧州の枠をはみ出してるぜ。竜王をお迎えするには手ぬるすぎだぜ。どうなろうと女衆が諦めるまで付き合うぜ。本当。花言葉は定説、守ってみせます。侮るな。いいに刃を向けたこと、末代まで後悔し続けろ。乙女の未来は我らが作る。お前の力など不要だ。勝ってようが負けてようが、俺たちはいつもの通りさ。おいお前ら、王を一人で遊ばせた時か。あんたにはわかんないだろ、女にコテンパンにやられる悔しさってやつ。なおしこたえある限り、いいは決して朽ち果てはしない。男子、たまには前に出てみせろ。いい気合だが、先を見通す余裕もねえとな。ナオトラ様も刀剣ばかり集めずに、たまには絵巻や歌なども。背中を守るだけじゃねえ、押してくれてんのさ、あいつは。男のくせに腰が入ってないと飯でも炊いてろ。お任せを。虫取りナデシコの花言葉は罠、逃がしません。よく見えた。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ。許して。タツタナデシコの花言葉は強烈な愛、奪わせないわ。お化けの準備は万全か。どうにも気の利く連中だ。男衆の意地見せてやったぜ。負けたけど。誰が相手してくれるんだ、あんたが。見ていてくださいまし、ナオトラ様。マイル、あんたに怠慢申し込むぜ。まさか逃げねえよな。逃げ出さなかったことは褒めてやるけど、バカだよお前は。
男衆はここを抑えるんだ。へい、心苦しくもあるが一度光を失ってもらうぞ。もらったら少しはないか。ないない。そこで見ているあんた、あんたは一体どう思う？あの頃からよくぞ立ち直られたものです。なでしこ隊の奴らでも負けることってあるんだな。なじられるのも嫌いじゃないって。見たぜ。こら、勝手に下がるな。前へ出ろ男衆。すみません。乱世の男がそれでどうする。気絶したままでも立ち上がれ。よ、喜んで。男衆だって私の戦いを見ればいつかは来るな。男衆、足手まといなんかごめんだ。その獲物、技者だな。お前には過ぎた代物だぞ。人に続くぜ。 Here we go。 は俺が教えたものだ。しかし豪傑にして熱血にして純潔の女児と、いいの漁師にして最強の乙女、それが直虎様なのです。
は目の前だけです。ではない、それをお分かりか。引き入れた奴らのことだ。俺が信じずに誰が信じるか。お前が歩むのは汚れなき乙女の道。その先にて私は待つ。ナオトラ様、いつも通りで本当にすみません。恥と思うなら剣を持て。死にたくなければ立ち上がれ。頑張ります。あんたの名前は？オーケー、あんたにぴったりの名だ。あまり無茶をするんじゃ危ない。ほら、言ってるそばから。追い風にこそ突き進め。いずれそれが嵐の中でも踏みとどまれる心を作る。はい、楽しい戦だ。クールに決めるぜ。気合い入れて守るぞ、お前ら。いいか、俺たちをバカにしていいのはうちの女衆だけだ。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。私にたどり着くとは、本気でこの国を狙っているな。いや、まさか私に気があるのか。これだけは言えそうだと。あんたは真田幸村ゆかだ。私にとって一体どれだけの侮辱だと。生まれ変わったら優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。小十郎。昔と申されますと。初めて会った頃は妙に反りが合わなかったな。互いに血気盛んで認め合おうともしねえで。そのようなこともありましたが、今となってはただの恥、蒸し返さないでいただき。忘れられやしねえさ。それは。ああそうだ、政宗様。先の大戦の跡地に入りました。胸が高鳴り、心が躍る。これが時代の産声、創世の息吹か。待っているぞ、まだ見ぬ友よ。中心石膏部隊の行方が知れませぬ。未完の名物、不足の美、実に難解だが育てがいのあるものだ。いいという鎖が消え、灰の虎が自由になりましたぞ。
お尋ね者。ようこそ名もなき研磨な石よ、刑のすべてを振り絞り彼を磨いてくれたまえ。あんたのそれは導きじゃねえ、ただの利用だ。フーマ、いつも通りの虐殺を始めようか。境地に見てうわめくそれが一切なくなるまでね。やはりケイは私が見込んだ通りの石くれだな。竜王水産、堅苦しい迎えはノーセンスだ。さてこの風魔だが、なかなかのものとは思わないかね。ここまで磨き上げるにはそれなりに苦心したのだよ。求めるものとしては勝敗は二の次だ。少々不信が芽生えるのは否めないがね。一流のものを富には一流のものが入りようだ。程よき音色を奏でるためにそれなりの将がいるようにね。王が将にへばりつくものって誰が決めた。企画であることもまた時には悪くない。人はどうあがこうとも純然に無知はしないのだから。ご苦労風魔、今は傷を癒すといい。いや、癒さぬ方がより気迫に迫れるやもしれないな。私の目的か。そんなことより、周囲の美にでも目を向けてみてはいかがかね。次はぜひケレンにもなき砂石の場にて会いたいものだ。俺が進むは竜の道。フォローミー。後悔はさせねえぜ。政宗様、先日の話ですが。お前が力ずくで…はあれをか…まあ、おそらく小十郎のよ。あの日、俺がお前に…王として、すべてを…まあ、真逆だな。あなたは決して、心変わりなどしていなく…おっと、それはお前の…確かに、この目はあなたの目です。
声が聞こえます。お尋ね者が、いよいよですな、政宗様。ああ、竜の時代がもう間もなく訪れる。最後に一つだけよろしいか。どうした、また改まりやがって。あなたはあの日俺に救われたと確かにそう言った。ですが小十郎いささか。ああ、ついてこい小十郎。そしてこの背を守れ。 It's the day of the beginning! Come with me! ソーリン様、何者かが宝物庫に。なんですって？ザビーランドの運営資金を狙うとはなんて罰当たりな。行きなさい、ザビー四重士。信者の血と汗と涙の結晶、それはお金。せっかく愛の引き換えに吸い上げたのに。あれほどの武将を揃えるとは、ザビー教はもはや脅威。この資金を持ち去り弱体化させねば危険ですぞ。布教活動は命がけ。ザビー愛のなせる技です。負けて終わりなんてありえねえ。俺もあんたなら。あなたは大切なものを奪っていきました。我らのお金です。つまりは恩人に返してくれたらいいな。あまり大きな声では言えない手段で得たお金ですが、元をたどれば民が汗水垂らして蓄えたものは、この人の冷たい視線、完全に悪人だと思われてるな。もしあなたがそのお金を持ち帰り民に返すなら、手前はこっそり見逃してもいいのです。バカな、ジャンボザビー君に中の人などいません。どうかそのお金を民のためにお使いください。そう、これが言いたかったんだよね。私の代わりに立派な信者になってください。俺が甘くなったって？あんたもまだまだだな。生は死よりもはるかに重いのさ。一時休戦といたしましょうか。
互いのためだ。取り逃してどうするのですか。島流しにしますよ。申し訳ございません。この程度の理不尽は朝飯前。ザビー様は言いました。真実はいつも5つ6つね。私の考察によると、一時刻とはいえ西の武将を多数引き入れたザビー教は結構な勢力である。ザビー教に入って階段の上り下りの時の膝が楽です。ザビー卿に入って財布を拾います。あなたの鮮明名、もしかして犬ぞりですか。ザビー殿の愛で強くなれると聞いて入ったね。じゃっどん、やはり剣の腕は与えられるもんじゃなか。ウイは主やった剣豪を弔う方法が欲しかった。それがなんとここにあったとね。おまはんにもザビー教直伝ザビーラップを聞かせてやっぞ。レッツザビー。島津の一党骨董領団メング連合ビング浄土イエーイ。チェストのザビーラップは信者の間でも密かに評判です。イエーイ。これでオマハンもヘブン中極楽浄土にひとっ飛びね。安心しておいに切られんしゃい。守りきれば完成への道が開きます。もしかして私全財産没収ですか。俺はかつてよりずっと強い。わかるだろう。おまはんが魂この鬼に見せてみる。攻めの戦こそ俺の本質、変わりはしねえ。チェストと手合わせしたければ入信なさい。お年寄りには武士を譲れと習わなかったのですか。
ようか。このまま追い場ぶった切るつもりで来ねえ。ねえ、つつのみえ。倒れる前にザビーランド招待券を撒き散らすのです。はい、ソーリン様。伝説のゾードマスター、ジェット始末が破られるなんて。サンソン。条件は分かってるよな。あんたら全てをもらっていくぜ。なんて作戦だよ。不況は白兵戦がメインだってのに。我らがダビー教の光をあまねく日の元に。ガッチャ。北の地でのランド建設はまでに任せましょうかね。いい機会だが、先を見通す余裕もねえとな。 Hell or Hell、 好きに決めな。取り返すチャンスはやるぜ、来いよ。エボン頭の本気はこれからだぜ。楽しみにしてな。あなたの洗礼の持ちでいいや。一番言っておくな。俺の隙をつけるとは思うなよ。この世界はあなたの知らない面白いことで満ち満ちているわよ。楽しみなさい。ザビー様、小生にこの者をぶちのめす力を。洗脳されたと思っているのか。違うね。小生にはここしか残ってなかった。それだけだ。なるほど。小生、穴蔵で金脈を掘り当てたからな。みんな尊敬の眼差しで見つめてくるのさ。これぞザビー愛の一たまもの。宝物庫が狙われるなんて。小生が入信したせいでザビー教に不運が移ったのか。ザビオの恐れぬ愚行。立つのです、女子。あなたはまだまだ均衡と愛を掘り続けるのです。な、何超なんだろう。ファイトファイトね、ザビー教。あなたが泣くまで勧誘をやめない。もう許せません。お金もろともコッパみじんこです。落ち着く。ザビーを数えて落ち着くんだ。ザビーは私に愛を与えてくれる。様の周りには小動物が集まります。なんだね。埴輪には埴輪、庭には庭、鶏ですよ。確かに。ザビーケース3、不況対象です。心境に勧誘し対象を入信させてください。 RIP。安らかに眠りな。先が見えてる人ってのはここまで離れなかよ。ここが愛とお金の無限郷だ。タウン。ちょ、おやっさんも乗ってくださいよ。
これも操作の一環なんすから。ダンビ鹿之助だ。教団強盗の罪で幕につけ。ハル様探しの潜入捜査とはいえ、幕の手先になるなんて。そう簡単には倒れねえか。見上げた根性だ。ザービザービタピー、ザービザービタピー。おやさん、僕今何かつぶやいてました。まずいっす。気づかないうちに僕自身が洗脳されてく。僕がもしもの時は、あなたが代わりにこの山の真相を。おやさん、どうすか。この場所、ハル様の匂いが残ってないですか。人影はいい。何か手がかりを。有望な若手信者を呼ぶ。バンビ、ナイス信仰心でしたよ。お金さえあれば、あなたも即幹部。そう、ザビー教ならね。息ぴったりです。我は考えていた。この手に握られた日輪の意味、これは天使の輪。我は乱世を救う愛の使徒。お前なんか洗礼名長くしてやります。貴様はここで我らの愛に出会う運命だったのだ。今日もサンデーの歌と踊りはキレッキレですね。グルツメ、我の手の内を読まれたか。ザービッ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 ザー。ザビー様ガク。ダウソウ。俺が進むは竜の道。Follow me。 後悔はさせねえぜ。終わりましたな、正宗様。いいや、まだだ。今この日の元には光を失ったやつが5万といる。これからこの国を滑るためにも、俺はそいつらに会わなきゃならねえ。小十郎、今日からお前が奥州筆頭だ。俺はこの国の全てを見る。奥州を任せられるのはお前しかいねえ。行かれるのですな。ああ、その役目確かに受けたまわりました。この小十郎が必ずや奥州の地を守り抜いてみせましょう。あなたは先へとお進みください。まことの王、竜王として。ああ、
それなんだがな、やっぱやめだ。いろいろ考えたんだがな、やっぱ俺に王ってのは似合わねえ。覚えてるだろう小次郎、俺に筆頭と名付けたのはお前だったんだぜ。今行くぜ、まだ見ぬお前ら。日の本筆頭伊達政宗、押して参る。乱世を駆け抜けた英雄、誰もが前を向いてやがり。